毛布はこちらにあります。この毛布をもっと真空圧縮をしてやっております。これだけの面積を小さくすることによって箱に十分に数量的に入るということなんです。自尊心と他尊心どちらも大事にできる人たちが集うのが形織物ということで経理念を掲げてるんですけども、それを実行ベースで考えた時に足立のおせちっていう行動指針を作りました。おせちって聞くとお正月のおせちイメージされると思うんですけど、これは、おせちの王は思いやりの王、正は責任を持つの正で、チームで解決、チームワークの知、その頭文字を取ったのがおせちです。これをみんなで意識して取り組んでいけることで会社がより強い、より良くなるということを願って作っています。前向きな人がとても多いです。忙しくって大変な状況でも周りの状況を汲み取りながら各々が仕事をしているので、みんなで声を掛け合って一丸となって進むことができています。会社のいいところはとても仲がいいところです。皆さんとても向上心があるので自分も負けないように頑張らないとと気持ちを高めてくれます。Thank you.